そんな時間はねえんだ。頼もう。あれ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 、カイドウ何やってんの、なんでやってんのカイドウ、来いよおい。またちまちま屋上でなんか芋掘ってんのか、芋ってんのかてめえおい。あ、来いよカイドウおい、何やってんのおめえ、早く殺しに来てんだけど俺。もうお前でいいか、なんならおい、どうやって入ってんかわかんねえ。ってかどこの店だ、ここか、あっ、ここじゃない、あ、ここじゃないね、間違えた俺。ちょ、どこ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 、カイドカイド、どこカイド、カイド、マジどこ、あ、カイド、カイド、カイ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 、あれカカイドカイドカ、あー、カイド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 、帰ろう帰ろう帰ろう、突き落とすぞこれお前。来たか、相変わらず。まず強行突破はなし。あー、なるほどね。変装もさすがに警戒。おじゃあ侵入口も忍び込む。しゃ、忍者するしかねえ。まず俺がビルの正面で騒ぐ。なるほど。連中の目引いて、ずりーよお前ら、入り込んでずりーずりーよお前さ、なんでおめえおめえ武闘派じゃねえのかよ。で、目を引くって何やんだ。それはそん時がクリアや、わかる。あ、喧嘩振るんだろうな、それのやつに。中で女の子が心ぼ、わかったよ。喧嘩とかするんだろうな、これ。絶対ボッカボコにするからマジで。デュラララみたいになってる、デュラララ、デュラララみたいになってるんですけど。ちょっと金髪と暴力力じゃん。村瀬のクソガキいるか。お、元松金組の怪盗だ。怪盗てめえ、村瀬出さねえとこのビル燃やすぞ。こらやるじゃねえか。そうだよ、上等や、そこおれよ、俺逃げんなよ。お、いいぞ怪盗、そういうことか。行け、タボ、今がチャンスだ。よくやってくれ た。死ぬなよ、カイトさん。ちょっと男前に見えた。それ、頭の悪い作戦やるやつ好き。度胸しとるの。はい。よう逃げんかったやないか。我も終わりや、クソガキや。なんだ、お前らは。村瀬を出せっつってんだよ。座るの、じゃ話にならない。早く行けこい。座るの、そこで。なんでさ、トガシみてえのこすんの、油風呂トガシみてえな。よし、行くか、スムーズに行くぞ。あぁ難しいな。もう少しだ。よし、よし。あ、よし、オッケー。聖夜の妹を救出すると書いてありますけども、私はそんなことするつもりはありません。サムターン回し、何それ。針金持ってたらその一発で開けれる。え、何それ。それサムターン回し覚えるしかないんじゃない。それってすなわちどれだ、これじゃない、ピッキング。あ、これサムターン回しで使用する針金がこ、針金がねえからダメだ。だよな、そう言ってるもんな。針金探そう。針金、これか、針金。都合のいい針金。なんて都合のいい針金なんだ。いい女だ、こんな女が欲しい。なんだ、サムダマシは扉か、鍵のかった扉を開ける際に使う手段の一つです。扉の隙間から入るとして、扉の反対側にある鍵の爪は回して開けますよ。ここからあ、まあまあいいや、とりあえずやってみよう。うん、お、やるだけでしょ、左と。お、ん、お、おお、簡単だ、簡単、簡単。うっさん、ゆっくりやんなきゃいけないのか、ゆっくり。あ、この、あ、なるほど、そういうことか。この黄色い枠の中でやんなきゃいけないんだ。この枠を超えてやっちゃうとダメなんだ。そういうことだ。なるほどなるほど。よし。よし、オッケー。行こう。
レッツ侵入。おい、これ村瀬、これ村瀬、これなーにそれ、すっごい子いるよ、なんで見えねえでバカ。ふざけんな、本当に注意払った人間だってわかるだろ。お前は、お前久々だな。聞いては返さへんで。あー、もうバカだな木村。だって死んじゃねえよ。だがしかし、こうつごいっぱい武器があるもん。おい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 、よいしょよいしょ。まずお前を倒させる、その後に武器を拾って一発ドーン、そしてもう一発ドーン、あ、ちょっと待って、チェックしないと、もう一発ドーン、あ、そうレッド、今日は正月じゃい、お正月クラッシュ、よいしょーい、あっそれーい、よいしょーい、元旦ってのはええ年や、おい、くたばれ、よし、後ろに行こう、トンボ、おお、わしゃ、お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 わしゃ、完璧。完璧だ。そうだよ、男児だよ。おい、さらった子どこだ。早く言えよ。知らん。何？俺は下っ端やから、何も知らされてへんのや。はあ？なんだよ、使えねえな。その割には体力ゲージ長えな、てめえや。とりあえず、上に行くしかないな。いろんな武器使ってみようのコーナー要員じゃねえか、てめえ。開くかな？開いた、ラッキー、セキュリティボロボロ。ちゃんと吉田沙織雇わないから。またこれ出た。これのコツがよくわかんない。あら、もう少しだ、よし、うん、ちょ、一気にいっちゃダメ、ゆっくりゆっくり、女の子の初めて手間をするときみたいな。ジーツワッチ、いいね。ははひばり先輩、うわぁ、びっくりした、コメント待ってやろ、ずるいぞ、こっちは生配信者だぞ。しまいになるのはどっちか、待って、黒川いる、黒ちゃんいる、ちょっと待って、黒ちゃんで、わわわわわがいる、ほら黒川、木刀なんか持ってなくて、あー待って、お前後ろから刺すのずるくない、マジでマジで、それずるく、あ、はいはいはい、あー、まあ、一人倒せ、ゴリ押していい、一人倒せ、そっから黒川殺す、でこの僕と拾って、僕そりゃてめえはもう死ね、このくたばれ、ゴミが僕と、あー僕と拾えねえ、待て待て、ドスがいるドス役体すぎる、はいはいはい、だちょっと小野寺、ちょっと待って、小野寺は2000超えだけで十分、ちょ、ああ危なかった、もうお前がなんで俺さえ削ってんだよ、ちょっと小野寺やめろ、俺は関係ないぞ、小野寺と見せかけてこう、だバカやめろ、小野寺だだよ、ちょっと松山健一が、お前健一は帰れ、早いでもしてろ、おい差しやぞ、勝てると思うか、我わしに刺して勝てると思ってんねんか、我これ立ち上がるかい、わしはまだお前を許したんだ、立ち上がるかい、これスタンデン、ああーすごい、シャイシャイ、どう調理されたい、選ばせてやろう、選ばせた、だ待って、お前なんかに負けるわけにはいかねえと、プライドかかっとんじゃい、待って落ち着け、俺絶対回復したい、はい、よっしゃ、いや、待て、はい、死ね、いや、待て、やめろ、おのでら、死ね、マジで、よーし、よし、あっぷねー、マジで、あっぷねー、いいねー、まあ、これ大丈夫か、あー、オッケー、スタミナリン X もあるし、医療キットもあるな、よし、あと回復していこう、おっぷねマジで、小野寺との死闘、
あーこれ大でいいっしょ。いや待て、小で細かくやっとくか。あ、小でも結構いくな。スタミナには半分ぐらいか。じゃあ大もったいねえな。小一発かましとこ。とりあえずこれでいいや。よしよしよし、ちょっと待って、おしっこしてくる。ダメだ、正面来たくてしゃねえ。あっ、しゃ、さあ盛り上がってまいりました。そろそろボスなんじゃないのとか思っちゃってる感じです。行くぞ。待て、この前にさ、待て、落ち着け。待てか、Gスポット。よしよし、エクスタシー、エクスタシー。あっ、オッケー、だんだん分かってきたよ。おい、こら、なんだてめえら。おい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 、あーやめて。おい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 、あーっとだ、待って待って、落ち着いて、俺だだだだ。いや、一人殺せばオッケー、あとはてめえだけだな、この野郎が。殺し方を選ばせてやる。どうされたい、どうされたい、選ぶ権利はてめえにはねえんだよ、ゴミが。完璧。たく、いい加減にしろよ。本当だよ、たく、いい加減にしろよ、キムタクだけにな。今多分ね、俺の人気実況者への道が途絶えた、そんな音がした。ガシャー、え、クソ、クソが、なんだてめえ。まだ元気があるんなら、いろいろ喋ってもらおうか。おい、まず一つ、村瀬はどこだ。村瀬はどこだ。え、なんで、なんでミスんの。なんで女と一緒におるんや。いやいや、村瀬はどこがおかしくないでしょ。まあそうだろうな、じゃねえよ。どういうことだよ。さらった子はどこだ。村瀬はどこだでしょ。いや、応接室におる。絶対そうじゃん。応接室だな。ああ、なんだ、扉の暗証番号、そんなんの、聞いとこ。応接室の扉の暗証番号は言うわけないやろが。めっちゃ股間蹴った、いったあれ。状況を理解した方がいいぜ。おい、こっちは時間がないんだ。もう拷問に変わっているんだぜ。これが最後のチャンスだ。おい、応接室の扉の暗証番号は、おい、1370や。余裕こいつ、ちょろ1370 ちょろ、こいつちょろヤクザの片壁にボケるゴミじゃん。激クソのショレ、あいつアホだ。1370や。これもう一回聞いたら教えてくれるのかな。ちなみになあ、何番だっけねえ。あ、教えてくるね。開けろ。すげえギャンギャン剣のピッキング。クン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 まあ、いいか、いっちゃおう。勝負じゃ、応接室1370な。あ、待て、ちょっと奥の部屋気になる。もしかしたらなんか入って、ギャー、ぐだりプレイに定評ある例は。圧倒的なマネリ。YouTube 界最強といったこれよ。俺を語る上で、あ、間違えた。あ。おい、
来いよ来いよ来いよ。ああ、妹がかわいそうに。お邪魔しまーす。せいやの妹だな。ああ、もう大丈夫だ、助けに来た。かっけえ。ヤガミやろ、いつの間に。おい、村瀬どこだこれ。この子解放しろ今すぐに。おい、その女セックスしてもいいから村瀬よこせ。なんのこっちゃ。あ、この通り縛ってるわけでもない、いつでも好きに帰れるやんか。何やこのブス、そんなことないですって顔食ってる。あんたらも仇の監禁はやばいと思ったわけか。まあ裁判の間だけしのげたらいいんだもんな。考えたね。褒めてるけど、それじゃ言い訳にならない。言い訳にならない。縛って拘束する行為だけが監禁じゃないんだよ。そうだよ、もうちょっと勉強しな。そうだよ、やかましい。ちなみに逮捕、お監禁罪は3ヶ月以下、知識とか述べちゃう。以下、当然怪我までさせたらもっと長くなる。そん時は殺して薬で溶かしたろ。とんでもねえやつがいる。出んかったらそれで死ぬ。とんでもねえハギがいる。はい、脅迫罪。また一個積み重ねた。何これ、なんかツイッター見見てるやつ。はい、それ脅迫罪でーす。脅迫罪に当たりまーすみたいな。俺がやるこれ一つ。お前を投げる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 、その後思いっきり蹴る。よーし、投げ。おい、お前体力追い切れじゃねえのかよ。奥の緑が強いの。だ、待って待って、落ち着け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 、お前ら落ち着け落ち着け、お前ら落ち着くんだ。はいはいはい、だーら、ちょっと待って。おい、なにこれ。わかった、こいつらは素手だからガードが通用するわけよ。ちょっと、お前マジ、お前マジで、だだ邪魔すんな、ハイサラマン。この野郎ってタバコ吸いてえから予想で吸いやがれ。邪魔って来てる、ちょっと強いやつ来てるか。待て、こういう時は何か持って。あ、おうとしちゃった。くそ、やべえ、もう体力なくなってきた。あ、待って落ち着け。おい、ちょっと待て、おい、妹見るな、こんな無駄な姿。あ、待て、落ち着け。待ってよ、もうそうだ。うわぁ、僕には医療キットがある。君たちが頑張って削った体力ももう元通りだ。さあ勝てるかい、磯部君とやら。ザコザコだ、なんてめえ。おい、差しだぞこれ。おいだー、ちょ待て、おい差しだぞ、おい、おい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 、アメインだよ。ザコがザコ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 、女もろとも沈めてやろうか。おい、なんならな、俺が一番好きなのは人間をボコボコにしてあげることが最も楽しみ。あー、オッケー。あ、それワンツー、アイ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 ワンツー。磯部を蹴るだけの簡単な作業です。時給1300円から磯部を蹴るだけの簡単なお仕事、あなたにもできます。そして最後はこうやってアコーン。よーし。完璧、行こう。来やがったな。そこにおれや、ヤガミ。おい、こっちのセリフじゃ。村瀬さん、おい、なあ、もういいだろう。もういいだろうなあ、これ以上騒いでも泣き見んのあんたらだけだ。村瀬、羽村にはアリバイがある。久米をやったのは別の人間だ。そうだ、だから聖夜の証言止めんのに、うん、あんたらが体張る価値はない。そうだ、落ち着け村瀬。なら久米は誰がやったんや。おい、冷静なんだよお前。それはまだ分からない。間違って、冷静なんだよ。おい、羽村ならそれを知ってる。うん、あいつは真犯人とグルだったはずだ。そうだな。何やと。奥深いね、羽村の関与を示している。事件の夜、うん、久米はアムールを出てからあんたに連絡するでもなく姿を消してる。その後は町中の防犯カメラにも映らず、目撃証言もない。うん、消えてるね。俺が思うに、久米はアムールから解放されなかった。なるほど、羽村から真犯人に引き渡されたんだよ。なるほど。そして羽村がサウナでアリバイを作ってる間、
真犯人は別のどこかで久米を殺し、うむ、その目はえぐり出した。なるほど、筋は通っとるな。だろ、羽村が無所に入ったら、うん、どうやって今の話を確かめる、うん、せやから羽村は泳がせろっちゅうわけか、うん、証言止めるために女の子を脅すよりかはスマートだ。そうだな、こんなもん大の大人が何人も集まってやる仕事か。お前顔だけじゃなくて中身もブスだな、うん、大丈夫か、まあ、この後やっぱホテルに行こう。行けや。お、今日は探偵さんの同居を褒めといたる。おい、どうも。村瀬来い、村瀬来い、村瀬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 、俺と戦え、村瀬、俺と戦えよ。叫んだ、何なんだあいつ。防犯映像の中で僕を殴っているのは、うん、今この法廷にいる松金組の羽村さんです。そうだね、思い出しました、間違いありません。よし、全てが俺に言ってる。では先ほどの発言は撤回されますね、うん、はい、すみませんでした、うん、裁判長、この証人の発言には全く信憑性がありません。弁護人いかがですか。証人に動揺があったことは認めます。そうだな。ですが、初めての法廷に対する緊張は誰にとっても十分理解できるはず。素晴らしいぞ。今弁護側は証人の信憑性に疑いを持っておりません。うん、なんだなんだ、エビゾー、大手殴られるぞ。スターダストというカムロ町のお店。やばい、殴られる。つまりホストクラブですね。やばいぞ、殴られるぞ、早く。証人はこちらに何年お勤めでしょうか。おい、伊藤リオン来てくれ、伊藤リオン。大体2年です。早く。そのわずか2年の間にあなたは女性客との間にいくつかトラブルを抱えていますね。今そんなの関係ねえだろ。何、何の話。あなたは複数名の女性客に結婚をちらつかせてはいませんでしたか。俺がホストなんだよバーカ。それも多額の金品を貢がせた時には、うん、すぐにでも結婚できるような素振りを見せる。それがホストなんだよバーカ。調子のいいことを言って女性を喜ばせるが、何これ老害。具体的な話になるとさっきのように前言を翻す。なんだこいつ。そんなあなたへの訴え、うん、相談が把握しているだけで消費者センターに5件寄せられていました。そうでもねえじゃねえか。そうやって巧みに人の心を誘導する証人の言葉に信憑性があるでしょうか。怒れ。証人の裏付けだけであの映像の人物を被告人とするには不十分ではないでしょうか。おい、ふざけんなよ、聖夜かわいそすぎんだろ。被告人のアリバイは成立しません。以上です。なんで聖夜こんなところに来て晒し組になってんの。何かありますか。一番の被害者、あいつが顔殴られて。言葉の信憑性という点について一つ検事にお聞きしたいことがあります。冷静に裁くか。はい、うん、その前に先ほどの防犯映像を犯行時刻より数日後まで早送りしましょう。え、くしくもその日は検察が本件の起訴を決定した日でした。おう、なんだ、え、来てんじゃん実際に。調査してんじゃん。今映ってるのはあなたですね、検事。おいおいおい、ええ、これはどういうことだい。そして行っていたのは防犯映像に映っていた被告人と証人の行動の再現でしょう。でしょう。違いますか。違いますか。え、いや、新日本プロレスですか。す、全日本プロレスですか。検事は先ほど、うん、サウナ周辺の防犯カメラ映像は一切確認していないとおっしゃって。出てけ、出てけ。でも映像を確認せずに証人の行動の再現など不可能だったはずです。テッ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 。だからもしも検事がここに映る人物を逆転裁判しちゃった人ではないと明確に否定したのなら話はわかります。そうだな。でもあなたは否定するでもなくわざわざ映像を確認していないと言った。おい、
おそらくあなたは、映像に映る人物が本当に被告人だったかもしれないと思ってしまったのでは？ありませんか？少なくともその可能性を否定しきることができなかった。責めてる。だから嘘をついた。そうだ。違います。おや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 。ポロリポロリとポロが。信憑性はあるでしょうか？そうだな。あなたは先ほど堂々と嘘をついたんです。そうです。そして残念なことに、そうなんです、今この法廷で被告人の有罪を主張しているのは、そんなあなたの言葉だけなんです。おかしいよね、エビゾー。今日からお前エビゾーじゃねえ。被害者の久米が殺害された時刻、たまります。羽村は朝までサウナ御殿に入ってた。うん、そうだな。防犯カメラに映っていた映像と、羽村本人の証言、聖夜の証言は矛盾なく並び立ち、アリバイが成立した以上、羽村は久米殺害犯ではありえない。ありえない。主文、被告人羽村恭平は無罪。でも人殴ってるよ。それからダメでしょ。判決の理由を述べます。バッチバチに人殴ってるけど。被告人は座ってください。いやいやいや、めちゃめちゃ正しい。普通に人殴ってますけど、大丈夫ですか？確かに。なんかみんな忘れてない？殺害の実行犯じゃない。みんな忘れてない？ただしその協力者ではあったはず。無罪は違くない？うわ、俺は闇に消えた真犯人をモグラと名付けた。モグラ。土の中で目の見えないモグラは、被害者たちの目玉をその鋭い爪で奪う。いいセンスだ。そして今もカムロ町のどこかで息を潜めている。もしかしたらそれはあなたの元なのかもしれません。被告人の無罪が証明されたこの時点で仕事は完了する。そうだな。でも俺は弁護士に復帰したわけじゃない。すげえ長くなってる。事件が白黒つくまで追いかけるかは全部こっちの勝手だ。そうだね、確かに。ここからの自由、商売するからには、弱小探偵事務所にも面つってもんがある。はい、もうプンスカでしたわ。エビゾープンスカで草。ハムラやモグラにコケにされたまま終わる気はないってこと。そう、探ってこうぜ真相とやらをよ。ということで、お、なんだ、誰か近寄ってきた。八神さんですよね。絶対こいつがモグラ。お元気そうだ。絶対こいつ。カムロ町の探偵業は順調ですか？絶対こいつ。わかる。あんたもカムロ町に来てるのは分かってたよ。龍が如くずっとやってたからわかんの。けど絶対こいつ。挨拶する義理はないんでね。絶対こいつ。わかるけど、私はジャーナリストとしてあなたの声を聞こうとしただけです。あの、この声質、顔。何も個人的な恨みがあったわけじゃありません。どっかのスケート選手みたいな顔しやがって。フリーライター、服部浩。絶対高し。殺人鬼を野に放ったインチキ弁護士、俺がどう取材に答えようがあんたの書く記事はいつも一緒だった。絶対こいつじゃん。忘れないでください。なんだこいつ。あなたが野に放った殺人鬼に、可愛い娘を焼き殺されたご遺族、彼らは今も苦しみ続けています。成人気取りが。それなのにまさかまた法廷に戻ってくるつもりじゃないでしょうね、八神さん。本気で殴るぞ。誰もそんなことは言ってない。そうだ、いい大人だよ。そうですか。ひろゆきみたいな顔しやがったよ。それなら結構。プレイスタイル広行きすぎる、こいつ。なんてつらだ木村。罪悪感あるんだね、やっぱり。お、終わった。ん？これでいいよ。あ？決定、あれ？おー、できた。おい。というわけで、とりあえずなんか気づいたら1個終わってました。やべえ、
バッチボコやったね。めっちゃくちゃやっちゃった。2018年、やべえ、神室町では関西から進出中の極道たちが次々に殺され、あ、その目をえぐり出されていた、うん、お弁当見るか。じゃあ第2の、かつて弁護士だった神室町の探偵矢上隆行は容疑者のアリバイを証明し、うん、だが同時に真犯人の存在をごく間近に感じる。感じるね。名もなきその殺人鬼、あいつ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 はモグラと名をつけた。モグラ、モグラと名をつけた。チャプター2、アンダーザウォーター、ジュエルスタンバイ。神室町で目をえぐられた被害者はこれまでに3人いる、うん、この間の組以外にあと2人、うん、全員教令会の組員だ。誰が教令会とは登場かよ。戦争させようとしてるんじゃねえかってのが俺の読みだ。どうだなあ、どうだ、どう思うなあ木村。お前は俺の考え方についてどう思う？正直これは波の人間が関わってるとは果たして思えねえ。日本語がおかしいことに関しては目をつむってくれ。おう、やるならとことんやろうぜ。そうだな、金にはならねえ。男はどっと船を張れ。言うなって、トムさんみたいな。だいたい頭はなんでモグラのことをかばうんだ。下手すりゃ自分が無所にぶち込まれてたろう。うん、確かにな。さあね、まだほとんど何にも分かってないんだ。俺らはまずモグラを知る必要がある。うん、確かに。だからここに来たんだろ。モグラの最初の犠牲者はこの場所で見つかったんだ。すげえ、ターミネーターが出てきた時みたいなポーズになってるよ。第一の事件があったのは8月の末。末。被害者は教令会の真柴健吉。すげえ、豊臣秀吉みたいな。久米よりさらに下っ端だ。あれ橋目はえぐられてて、うん、朝方死体発見の通報があったとか言いながらエロビデオ探してんだろてめえ。事件発覚の状況はこの間の久米さんの時とほとんど一緒ってわけだ。マシバはどこでどんなポーズで倒れてたろう。ゴミ箱の上で M 字開脚。ネットの情報じゃそこまで出てねえ。なんだお前ネットかよ。弱えな。それじゃあ調べようがないね。弱いなお前。なあ、警察だってモグラを探したはずだぜ。うん、確かに。それでも見つけられなかった、うん、俺らだけでやれんのかね。お、弱気なんだよ。やる気が出る、黙ってろ。大丈夫、俺らやれる。やるしかないんだ。俺ならやれる。大丈夫、俺らならやれるよ。チーム2人。その自信はどっから来るんだ。チーム2人だろ。モグラを追う鍵は、うん、羽村の頭が握ってる。そうだな。あの人のことなら警察より俺らの方がずっと深く探れるんじゃない。まあ確かに。危ねえ賭けだぜ。その前に必要な情報を集めとかないとな。そうだな。探偵にとって地道な努力の積み重ねが真相に迫る一番の近道。一番。なるほどな、分かったよ。次に第二の犠牲者が出たのは10月とある。長いな。俺、場所は天下一通りの裏路地だ。なんだって。行ってみるか。天下一品。いや、そっちは俺一人で行くよ。おい、天下一品食べたいからじゃん。前言ってた情報屋に連絡取ってくれるか。こってりラーメン食いたいだけじゃん。お前、あやべ、お前があれだ、天下一品みたいなシャツ着てんな。警察の情報を流してくれるんだろ。それはピースとあやべのことだろ。俺らにはモグラの捜査資料がいい。あいつはろくに英語も喋れず遊びまくってるゴミだ。聞いてみる。よし、よろしく。